モバカン。こんなお悩みありませんか？管理員の人材不足、フロントマンの定着率悪化、人件費の値上がり、モバカンはこれらの悩みを解決するマンション管理 IoT 化サービスです。モバカンを導入するメリットは3つあります。 1. 案内、受付、立ち会いなどを IoT 管理することで管理員業務を大幅削減、管理員不足、人件費の値上がり、継続雇用のリスクを軽減できます。 2. 業務が減ることで管理員1人で複数棟のマンション管理が可能、管理員の人件費を抑えながらサービスを向上できます。 3. IoT 化することでフロントマンの業務を軽減、物件を一元管理、居住者の皆様や協力会社とのコミュニケーションを最適化できます。モバカンで IoT 化できる業務は3つ。これらを3つのサービスメニューで IoT 化します。掲示板、書庫サービス。フロントマンが印刷・郵送していた管理組合の議事録、管理会社からの連絡事項をデジタルで配信、居住者の皆様はインターホンやスマホアプリで閲覧、緊急連絡先もご確認いただけます。申請窓口サービス。共用部の利用申請をデジタルで対応、居住者の皆様はスマホアプリやインターホンで24時間予約の申請、空き時間や予約状況の確認が可能に。共用部の鍵はスマートキーボックスから無人で受け渡しできます。清掃・点検・対応サービス。これまでは立ち会いが必要だった鍵の受け渡しはスマートキーボックスと連動して遠隔から無人で対応、通知や履歴で鍵の所在を確認できるので管理も便利。これらのサービスは全部モバカンのダッシュボードで一元管理だから、申請対応やお知らせ配信、鍵の貸し出しの管理など、フロントマンは朝の15分で管理物件の情報を整理、業務を効率化した分一人で管理する物件数を増やすこともできます。また遠隔操作できるので在宅での対応も可能に。労務コストを大幅改善、マンション管理の悩みもなくなります。 IoT 管理でもっとずっといいマンションに。モバカン。